ニュースをお伝えします。第2回全国党初級3年活動家大会が6日と7日平安体育館で行われました。大会では第1回全国党初級3年活動家大会以後の宣伝先導活動での成果と経験、欠点と教訓が総括され、党初級3年活動家が社会主義強国建設のための思想分野の第一線で主体的大衆政治活動方法の生命力をさらに高く発揮させるための諸問題が討議されました。大会には国中の模範的な学習講師、講演講師、先導員、学校担当宣伝員、平安と地方の階級的教育部門の講師、芸能宣伝隊、党初級宣伝活動家の活動を指導する各級党委員会の人、関係者が出席しました。朝鮮労働党中央委員会顧問のキム・ギナム同志と、朝鮮労働党中央委員会リ・ヨンシク第一副部長をはじめ、党中央委員会宣伝先導部の人と、各党、市、軍、連合企業所の党活動家、功労のある党初級宣伝活動家が幹部団につきました。敬愛する最高指導者金正恩委員長が第2回全国党初級宣伝活動家大会の参加者に送る歴史的な書簡、斬新な宣伝先導で革命の前進動力を倍化させようを金ジナム同士が伝えました。金正恩委員長は書簡で、思想活動は朝鮮労働党の活動の中核の中の中核だ。思想の力、宣伝先導の力で全ての問題を解決し、革命の前進を加速化させる我が党の闘争方式は昨日も今日も変わっていない。党中央の意図は、この度の大会を機に国中の党初級宣伝活動家が一斉に奮い立って革命の前代行をさらに高らかに響かせ、社会主義建設の全ての部門に新たな高揚を起こすことだ。全ての党初級宣伝活動家は任務の重要性を自覚し、新たな決心を持って参加とし、宣伝先導活動を力強く展開すべきだ。共に朝鮮革命の最も強力な武器である思想の力で、偉大な我が国家の繁栄と人民の幸福な明日を阻めるため力強く奮闘しようと述べています。大会では報告について発言がありました。敬愛する最高指導者金正恩委員長の歴史的な新年の辞を、デンマーク朝鮮民主主義人民共和国友好協会から出版されました。新刊に金正恩委員長の写真が載っています。各国の人が敬愛する最高指導者金正恩委員長を高く称えています。イラン・イスラム連合党国際事業担当副書記長は、尊敬する金正恩委員長は卓越した指導力と外交知略で国の繁栄と朝鮮半島の平和の保障に大きく貢献していると述べました。ネパール政府副首相兼保健相は、金正恩委員長がいて朝鮮は国際舞台で強国の地位を堂々と占めていると述べました。ドイツ判定フォーラムの委員長は、朝鮮半島に永続平和システムを構築するため電撃的な外交を展開する金正恩委員長の指導力に驚嘆を禁じ得ないと述べました。ネパールマルクス・レーニン主義共産党中央委員会書記長は、国際政治舞台は朝鮮を中心として変化している。これは世界をあっと言わせる非凡な政治の実力を持つ金正恩委員長によってもたらされた偉大なことですだと述べました。ロシア平和統一党委員長は、金正恩委員長を最高指導者と仰ぐ朝鮮は飛躍の時代を迎えた。抜きんでた指導力を持つまた一人の傑出した偉人がいて、朝鮮人民の夢と理想は必ず実現するだろうと述べました。シリアダマスカス大学政治学部講座長は、金正恩委員長は偉人としての風格を最高の境地で完璧に身につけていると述べました。公民物質に際してウガンダ、タンザニア、ギニアで講演会が、エチオピアでは座談会が、インドではテコンドーエキシビションが行われました。地球史を研究ウガンダ全国委員会、地
憲思想研究会タンザニア全国コーディネート委員会、ギニア・キム・イソン文化科学研究所、エチオピア建設設計及び監督連合企業所、インドテコンドー協会をはじめ、各団体の人と市民多数が集いました。ギニア・キム・イソン文化科学研究所での講演会では、敬愛する最高指導者金正恩委員長に送る祝電が採択されました。購入募集に際して各国のマスコミが太陽のように明るく微笑む偉大な金正恩総書記の写真と革命活動の写真とともに特集を組みました。今後の新聞パトリオットは、金日成主席が創始した父思想を豊かに発展させて自主時代の指導思想としたのは金正恩総書記が残した最大の業績だと書いています。タンザニアの新聞ウフルには、金正恩総書記の生誕の歴史的意義について紹介する記事が載りました。ウガンダ国民抵抗運動の機関紙パブリックレンズは、金正恩総書記の生涯は熱い人民愛、限りない献身の一生だったと述べています。インドの新聞ワールドジャーナルは、金正恩総書記は著作で、社会主義は科学で真理であり必ず勝利することを論証したと称えています。ブルガリアの新聞エスクラと、南アフリカの新聞ラウディウムさんにも総書記の業績を伝える記事が載りました。全インド朝鮮友好協会のホームページには、金正恩家を紹介する文が載りました。エクアドル金正恩図書館のホームページには、外交の大家、傑出した政治家として高く称えられている敬愛する最高指導者金正恩委員長を称える文が載りました。パンヘ北道サリウン市の先生という町の第14居住人民班に住む曹速波さんが100歳の誕生日を迎えました。敬愛する最高指導者金正恩委員長からの恩情こもる贈り物が曹さんに届きました。3月8日の国際婦人デーを迎え、7日平壌老人ホームで女性高齢者との交換会が行われました。朝鮮高齢者保護連盟中央委員会チェ・イルホン副委員長が、老人ホームの年寄りをはじめ市内の女性高齢者とともに出席しました。外交及び国際機構中朝代表部の女性スタッフが招かれました。高齢者たちは余生を幸せに送る喜びを楽しい歌や踊りで表し、遊園娯楽で楽しいひとときを過ごしました。この日、参加者は平壌老人ホームを見て記念食事を行いました。6日第34回農業研究院科学技術祭典が開催されました。今回の祭典は、穀類作物の育種、農業情報及び作物栽培、農業科学及び植物保護、獣医の各文化に分けて科学技術の成果の発表会及び展示会の形式で行われます。研究員の研究者、博士課程の研究員が参加した祭典には、80数編の科学技術の成果が出品されました。サッカーの2019年キプロス女子カップ競技大会で朝鮮チームが優勝しました。現地時間で2月27日から3月6日まで行われた今大会には、朝鮮とナイジェリア、ベルギー、メキシコなどの多くのチームが出場しました。国別リーグ大組に属した朝鮮チームは、チェコと南アフリカ、フィンランド戦を制して1位の成績で決勝に進出し、 B 組のイタリアと対戦しました。現地時間で6日の決勝では、3対3の引き分けでベナルティーキックに持ち込まれましたが、初戦チームはイタリアチームに10対9で勝ちました。農業勤労者同盟中央委員会キル・サンボン副委員長を率いる朝鮮農業勤労者同盟代表団が、ネパールで行われる食料試験と農民の権利に関する国際会議に参加するため、7日列車で平壌を立ちました。世界が朝鮮の女性の幸せな姿に羨みの念を表しています。ラオスの雑誌サオラオは、
抗日革命闘争の時、朝鮮の女性運動の伝統をもたらしたキム・イルソン主席は、朝鮮民主女性同盟を結成し、男女平等権の法令を公布して、女性たちが張り合いある生活を営むようにした。キム・ジョンウン総書記は、女性問題に関する思想と理論を示し、その実現へと精力的に導いたと書いています。ドイツ判定フォーラムのホームページは、キム・イルソン主席とキム・ジョンウン総書記から永遠の祝福を受けた朝鮮の女性は、キム・ジョンウン委員長の恩愛の中、快ある人生を送っていると述べています。ベラルーシの雑誌社会教育編集長は、朝鮮革命の歴史の全過程は、女性が党と国家の関心の中、革命と建設の力ある一翼になってきたことを見せていると述べました。セネガルラジオ放送は、女性に恩恵の限りを尽くす朝鮮の優れた社会主義制度を称えました。今後民主共和国地形質を研究全国委員会のホームページには、男女平等のための国際法の規範が実現された国、女性を尊重し愛する素晴らしい国が他ならぬ朝鮮だという文が載りました。地形質を研究ベネズエラ全国協会副会長は、朝鮮の女性は国際競技で目ぼしい活躍で国の栄誉を高くとどろかし、社会宗教国づくりに大きな貢献をしていると述べました。アイルランド朝鮮王党協会会長は、朝鮮はまさに資本主義が真似ることも作り出すこともできない女性の天国理想郷だと称えました。南朝鮮の連合ニュースによりますと、1日プサンで赤兵一掃社会大改革プサン運動本部による強制徴用労働者の像と共にする3月1日運動100周年プサン市民大会が開かれました。ついで参加者は、強制徴用労働者の像の設置のためにプサンの日本総領事館に向けて行進しました。労働新聞8日付に、3月8日国際婦人デー109周年に際して、朝鮮の女性は愛と献身で社会主義祖国を支える真の愛国者であるという主説が載りました。以上でこの時間のニュースを終わります。担当はオ・ヨンスク・チェジョンイルでした。こちらは朝鮮の声放送です。2016年、ベラルーシで雑誌社会教育の編集長セルゲイ・ゼペツニさんが書いた民主朝鮮の女性たちという本が発行されました。ゼペツニさんは朝鮮を訪問しました。初の放送で印象的だったのは朝鮮の女性の姿でした。記者の鋭い目で担当の日々を送りましたが、女性蔑視、女性虐待の暗い姿はこの国のどこでも見られなかったのです。男性と同じ権利を持ち、社会と人民のために献身的に働いている真面目で勤勉な女性の幸せな姿は、ジェベティフさんを興奮させました。まるでオアシスに出会ったような心境でした。女性のいない世界は考えられないが、今になっても女性は根深い女性蔑視の泥沼から抜け出せずにいる。世界は女性問題解決の活路を見出せずにいる。しかし私はそれを見つけた。帰国したジダティさんはすぐ本の執筆に取り掛かりました。偉大なキム・イルソン主席と偉大なキム・ジョンイル総書記、敬愛する最高指導者キム・ジョンウン委員長の普及の著作と、朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法、女性関連の政策など、さまざまな資料、新聞、雑誌、本に読みふけりました。やがて、民主朝鮮の女性たちという本が完成されると、ゼダティフさんはその序文にこうしたためました。父主張は、革命闘争は実質を目指す人民大衆の闘争である。よって女性は男性と同じくこの革命運動の主体になると教えている。
朝鮮民主主義人民共和国では女性の平等の問題が主な国家政策となっている。共和国は創建当日から男女平等政策の実現で進歩を遂げている。民主朝鮮の女性たち、この本はベラルーシの政界など社会各界の耳目を集めました。女性問題に関する朝鮮の国家政策から法的基礎、その実現のための具体的な施策、その施策の中で女性たちが社会建設で力のある勢力となっている朝鮮の現実を具体的な例を挙げて力強く論証したこの本は、女性問題の解決の道を探し求めていた人たちに差し込んだ光そのものでした。対外文化連絡協会の李恩民研究員はこう語ります。이사람이우리나라를방문하면서많은여성들을우리여성들을만나보고그다음에담화도해보고우리출판물들이나著者は共和国を訪問して多くの女性の女性に会って話も交わし、共和国の出版物に載った女性たちの幸せな生活と美談、愛国的な行いについての記事を読んで一つ一つ資料にまとめました。そしてその個別的な女性の名前と年齢、職業まで紹介して実例を挙げ、共和国での女性の人権問題、法的権利の問題などが西側諸国の非難とは全く違うということを証明しました。それでこの本は女村での女性問題に関する深みのある論理的著述のものと評価されています。著者は女性問題、子どもの教育と人権問題、経済問題についての女村の施策政策はベラルーシにそのまま受け入れるべきとても立派なものだ、そのために共和国の資料については一つ残らず研究し読んでいると言いました。本に注がれたジョタチフさんの心血、それは女性を最も美しく力のある存在に育む朝鮮の社会主義に対する熱烈な肯定で愛情でした。今もジョタチフさんは朝鮮についての文を書いています。真の人民の国朝鮮を見習うべきだと書いています。女性尊重の国、高大氏と話しました。女性の模範労働者とともに、キム・ジョンスク天然労職工場は諸村の布地の生産で大役を果たしたのです。長い歴史を誇るこの工場には偉大な金正恩総書記の指導の足跡が記されています。1998年2009年7月30日、工場を訪れた金正恩総書記が労働委員の称号を受けた古参の労働者と若い模範労働者にも会いました。女性労働者の仕事ぶりについて聞いた総書記がとても喜び、一人一人の手を握って励ましました。そして皆と一緒に記念写真を撮りました。この日金正恩総書記が労働に良質の布地をもっと多く送るためには、労働者の皆が自分の布地を織る気持ちで生産に気合と情熱の感じを尽くすべきだと言いました。そして工場で女性が多数を占めるだけに、女性労働者の生活に深い関心を払うべきだと言いました。キム・ジョンスク天然防食工場の調理総合職場の労働者リー・ヤンスンさんはこう語ります。이제는장군님께서노력폭증자들이라고하시면서우리들에서는이일이잡아김정일総書記が무한労働者だと言って私たちの手を一人一人握ってくださったことが今も忘れられません。これからも仕事に頑張るようにと励ました優しいその姿がありありと浮かんできます。この日総書記は人民により良い服を着せるのは労働党の確たる決心で意思だと言いました。私は布地の生産に力を入れて医療問題の解決で天気を迎えるべきだと言った総書記の言葉を今も忘れずにいます。その言葉を思い起こせばどんなに働いても疲れを知りません。良質の布地をもっと多く生産するのが私たちの任務だと思います。
信頼にして押し立てる偉大なその下で、金正スク平壌糧食工場の女性の模範労働者は、今も良識のままを生産するため、知恵と情熱の限りを尽くしています。女性の模範労働者とともに講談師とお話ししました。人民の幸せな生活が保障される社会主義社会、国と社会の主人として自主的で創造的な生活を営んでいる祖孫人民の誇らしい姿に訪朝客の誰もが感嘆しています。インドネシアの PT イースタンユニオン会社の社長は、祖孫人民誰もが主権を堂々と行使している、人民が全てのものの主人となっているのが祖孫の素顔だ、祖孫の社会主義が成功発展している秘訣の一つがこれである、最も優れた人民大使の中心の社会主義制度を目の当たりにしたと語りました。シンガポールエンサーコンサルティング会社の社長は、祖孫では無料教育、無料治療など国の配慮が人民大衆に寄せられている、これを通じて社会主義祖孫は人民の真の人生が花咲くところだと確信できる、祖孫は世界の進歩的な人々が称える国だと言いました。キム・イルソン金正恩基金理事会のキク・ブンモト副理事長はこう語りました。1983年から何度も訪朝しましたが、来るたびに真新しく素晴らしい現実を目の当たりにしています。今回は科学技術伝道を見ました。すべての人に役立つ現代的な伝道を見て本当に驚きました。また二度神社通りの夜景も負担しましたが、今まで世界のどこでもこれほど見事な建築物は見たことはありません。祖先で人々は平和な生活を送っており、敬愛する最高指導者金正恩委員長と祖先労働党の日没のもとに自信を持って社会主義強国づくりに励んでいます。訪朝客の声でした。